皆さんは宇宙人の存在を信じますか？とある筋から情報を入手しまして、宇宙人、はい、エイリアンがこの大阪に潜伏しているんじゃないかという、人間の皮をかぶったエイリアンが潜んでいるかもしれないということですので、はい、エイリアンを捕獲して駆除したいと思ってますので、はい、皆さんの考え方や概念を変えてしまうかもしれません。まず入った情報なんですけど、この建物の中にエイリアンが潜んでるんじゃないかと、はい、情報、確かに見るからに怪しい、はい、ちょっと行ってみます。行ってみよう。怖いけど怖い。さあ、はい、建物の中に入ってきました。空気がちょっとどんよりしてるというか、いそうな空気です。僕掴んだんです。この部屋に今まさに潜んでると。ちょっとこっそり見て、怖いね。エイリアン捕獲グッズ持ってきたんで、こっそり開けてみてみましょう。絶対そう、絶対そう。え、怖い。大丈夫。え、こんな発見、宇宙人ってわかる？なんか見てはる。エイリアン絶対そう。普通に地球人で考えられない。え、こんなことあるの？そう、もう一回だけでいいですか？ほらほら、ほんまにエイリアンこれ？絶対そうだって、このホルもあるわけね。ジャンボ木魚じゃないやん。違う違う、絶対エイリアン。突撃します。やった、やった、絶対エイリアン。あ、逃がす、逃がす。あ、ちょっと呼ばれる、UFO 呼ばれる。UFO？ ちょっと、ちょっと、やっぱ最新の機器が最新の機器、止まらない、止まらん機器使って UFO、やっぱ捕獲しました。よし、皆さん安心してください。僕らが、やっぱりこの建物にいました、エイリアン。やっぱそれがエイリアン。何やねん、エイリアン。エイリアンや、分かってるでしょ。ほんまに人間の皮かぶったエイリアンでしょ。いや、違うよ。いや、もう絶対このフォルムは、いや、このフォルムは人じゃない。ちょっと、もっとエロかぶるってなんでこんなんかぶんねんだ、俺。それしかかぶれないだから、イケメンすぎても怪しまれるの。そうそうそう、多分ね、賢い、うん、知的なエリア、知的なエリア、知的なんか、よくわからんけど、それにしたってもうちょっと真ん中ぐらいのあるやろ。いや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 、もうただの、ただの侵略者やから。なるほど。違う、違かった時のことも考えろよ、一応。おかけ、おかけ、なんの、ちょっと待って、なに、これ、いや、布団のやつやろ、これお前、ちょっと待ってや。あ、こんなん一番怖いやん。嘘やろ。違うねんて、だから違うよ。違うから、違うって。僕ら二人の出目、あいつすっごい集まってるよ。僕は無理、無理だな、おい。一瞬でないよせめて一瞬でなるよ、こういうのは。どこで終わっとんねん。ギターンってなるまでやらんかい、こういうのは。おい、ちょっともう生きてけへんねんみたいにまでやれよ。なんやねん、これ。俺、やろうか。いや、人によって変わらんやろ、こんな。そんな吸ってないで。あれ？ちょっと待って、あかん、なくなる、なくなる。なくなるぞ、その、おぉ、違うって言ってるのに、ちょっと、おぉ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 、ギリ行けるだから、ビターンってなるまでならんの、これもう、林さん、ちょっと一回、話聞きますわ、じゃあ。それが先やろもしかして、ほんまに違います？いや、違うよ。え、もしかして、ちゃんと林さんですか？いや、林、なんでそれ、十何年も苦労して芸人やんねん、エイリアンが。なあ、おかしいよ。この、とある筋からいただいたモンタージュがあるんです。モンタージュ、この、宇宙人の、はい、それを見て、それを見て、もうこれ、ピンときたんだけど、エイリアン俺やじゃあ、俺やでしょ
だからこれこういう見た目をしてるという垂れ込みが入って耳のてっぺん以外折れへん。あ、ほんまやリリー。で、ここの違いか。そうか、耳がちゃうんか。え、そんな似てんの俺。じゃあ地球に今潜んでるエイリアンはこのこれなんだ。え、もしこれがほんまに捕獲されてる映像を見たら俺ちょっと泣くかもしれない。これ違う気がします、やめたってくださいとか言っちゃうかもしれない。ハイサーじゃないんですよね。確かに耳は耳違うし、俺全然エイリアンちゃうし。あ、そっか。次俺やと思った瞬間、その今までの思い出とかどうなったわけ俺との。いや、それは辛かった。ずっと宇宙人やのにあんなことしてはったんやって思ったってこと。すいません、ハイサー。いや、もう聞けよ、これ。いや、僕らも時間ないんで。え、違うかったらがっかりの方が上回ってるやん、すいません。では、はい、僕らが普段歌ってる劇場、吉本漫才劇場に来させてもらいました。はい、ほんと信じたくないんですけど、うん、この吉本漫才劇場にもエイリアンが潜んでるんじゃないかな。俺もこの周辺にいるって聞いたことがある。聞いた、うん、なのでちょっとこれ怖いよ、うん、襲撃してくるから、はいはい、可能性もあるので、ちょっととある助っ人をね、うん、探したいと思います、はい、助っ人になりそうな人いるんですよ、はい、ちょっと行ってみたいと思います。もうね、その守ってくれる人がもう目処立ってるね。この階段上がってくると思う。この人です。ちょっとこの人が絶対僕たちを守ってくれるんです。いつもお世話になって。はい。あ、じゃあもうええって、もうええって。もうほんまに、もうお前らほんまに。マジエロくなことないから。もうええって。みんな、地球のみんなの増えてる。というわけで、はい、もうええって、もうええって。いやいやいや、もうええって。僕たちと一緒に宇宙人、はい、宇宙人から僕たちを守ってくれる、はい、アインシュタイン河合さんです。ありがとうございます。本当、こうしてもお世話になってるんですけど。ちょっと待って、ここまでお世話になるとは。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対守ってくれる。いや、もう絶対単独のやつやん、これ。いや、違います、ほんまに違います。いいっす。大丈夫ですか、お時間。いや、まだいいけど。あ、よかった。ちょっと座ってて、お疲れだと思う。どういうこと。もうベージュですけどね。そうです。誰がベージュやん。88やろ、確か。ベージュ楽楽本忘れてないですか。誰が楽楽本やな。陽明書書いてないです。なんでお前陽明書俺持ち歩かな。求心とかいります。おい、何個出てくんの、お前ら年寄り扱いのやつ。噂なってると思うんですけど、はい、地球に宇宙人が潜んでるって聞いたことないですか。いや、ないよ、そんな。いや、実は一般人に紛れて宇宙人がいるんではないかっていう話があるんです。僕ら二人だけやったらちょっと心もとないんで。じゃ、なんで座らすの、マジで今。いや、俺大丈夫やった。僕らにとってヒーローなので。今から大丈夫。なんでヒーロー一回座らすの。とりあえずちょっとこれに着替えてもらっていいですか。もうええって。何が。ちょっともう着替える系のやつ、ほんまええって。いや、何がですよ。何かありました。何かあったの。一旦出とくの。お着替え、うん、出ときます。はい。おー、やっぱ想像通り似合います。おい、劇的におもろないやんけ。いやいや、これ素晴らしい。いや、おもろないのが違いますよ。いや、おもろいの、おもろないじゃなくて普通にヒーローとして。じゃあ、そうさ、なんでお前らの単独ライブの V でさ、俺が一番こんなことさせられなかった。え、こんな、はい、腹筋とか似合うの言うんやですよ。いやいや、このムキムキが恥ずかしいねん。俺、あ、一つ忘れてた。何。できました。よっ。いや、もうおもろないの出すなって。ゆずるさんのゆっ。いえって、 S やろ、ここ。スーパーマンのほんまはユーパーマンで。ユーパーマン。何やろ、おい、おもんないの。ユーパーマン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 でいきましょう。ユーパーマン。それじゃ後輩からお願いするのもあれなんですけど、うん、守ってください。もしいれば。え、そうそう、もしいれば。まあまあ、おったらな。よかった、おったら守るよ、ほんなら。行こう。パトロール、どうぞ。パトロールマシン、どこ行くん。一旦ママ、外行った。ちょ、もうほんま、ユーパーマン、外はほんまに嫌。ユーパーマン、外はほんまに嫌。ユーパーマン、ほんまに嫌やって。めっちゃ滑ってるって、これ、ほんまに。ちょっと、そう、ユーパーマン真ん中でこうちゃんと閉まるよ。もうヒーローの出動の感じで閉めます。かっこいい感じだった。じゃあもうええって。しゃしゃ、ほんまええって。こんな丸見えの軽自動車なんで乗らなあかんねん俺。はい、なんだ、どこ行くの。宇宙人襲撃してきてるんで。オッケー、倒しに行きましょう。やつだって恥ずかしいから。開いた。そんなスーパーマンがこうやってシートベルトせえへん。
ってんの。これさ、年に1回か2回恒例ですか。じゃあもう勝手に恒例にするよ。もし何行きたいとかあったら言うとる。ない、こんなん来てみたいなとか。来たい、来たいというか、なりたいものは。ないよ。リクエストするとしたら、キサさんといてくれて。僕の調べ、僕らの調べによると、はい、この辺に宇宙人が出るかもしれないということで。なるほど。出えへんやろ、こんなとこに。